えらいことになっちゃった。昨日のね、夜市と打って変わって、すごいひっそりしますね。わかりやすい。おかゆとかある。わからない。はい、ここから選べてますね。朝はシンプルなおかゆにしました。肉がゆです。肉が入ってます。いただきます。なんか肉団子みたいのと、このピータンですね。これすごく美味しい。ピータンが入ってました。食べやすくて朝にはぴったりです。いや、いいお店でした。わかりやすくて。セブンイレブンのコーヒー買いました、宿チェックアウトしました。それで今日はね、一回高尾に戻って、でその後ね、ヘイトーという場所に行こうかと思って、なんとなく計画してます。バス乗ればここなんだ。 No. バスいいのこれで。OK 大丈夫か。 No problem. OK? No money よ。 No money. What? Yes, yes. OK. Yeah, this way. Same ticket. OK. Yeah. Same. 人数が少ないからこの車でまとめちゃうってことかな。無事にズオインステーション戻ってまいりました。ここからね、新幹線であの台北まで行けるんですけどね、まあ、僕は今回使わないので台北じゃなくて、高尾から出るので、まあ、関係ないんですけど、ちょっとね腹減ったんでこの辺でご飯食べて、であとちょっと両替もしたいんでね、銀行を探そうと思います。行きに乗ったバス乗り場へ戻ってきました。帰りはなぜかバスじゃなかったんだけど、適当に入った鉄板焼き屋さん、うまかったです。いるかな。ここでできそうだね。無事に両替もできたので、今日はピントンっていうね、日本語でヘイトーって言いますけど、高尾から電車乗って、まあ、1時間もしないような場所なんですけど、まずその駅に、向かいたいと思います。買いました。ピントン、ピントン、これ。
ここが戻ってきた、ピントンにやってまいりました。割と近かったですね。高尾から30分かかったかかかんないかぐらい。今日も宿を予約してあるんで、ちょっと歩いて行きたいと思います。なんかボテボテしたワンコが歩いてるけど、どっかの飼い犬が。ピントン駅の外観です。結構でかくて立派な駅ですね。いやしかし暑い。気温30度近くあるんじゃないか。もう夏の日和ですね。今日泊まる宿はちょっとレトロ風の建物で、あえてその昔風の作りをね再現したっていうのがコンセプトらしいんですけどね。ちょっとどんなとこか分かんないんで、割とこう路地裏に入ってきましたね。こんな場所に宿があるのかな。あ、これかな。これっぽいな。閉まってるぞ。ちょっと閉まってるんで、どうしよう。カエルかな。電話してみます。So I'm Japanese here. I'm waiting outside. So, okay? Okay. あ、入れました。はい、タップ。わかりました。あ、ここ。あ、yeah. OK、OK。ビッビッビッ。あ、OK。大丈夫。大丈夫です。ありがとうございます。ピントンで泊まる宿なんですけれども、宿の名前がね、50年代ピントン語風の、まあ、生活体験という、なんか長ったらしい名前がついてまして、1950年代風の体験ができると、そういうコンセプトの宿ですね。ちょっとレトロな感じの置物が置いてあったりね。面白いですね。これ借りていいって言うけど、あ、行っちゃったよ。鍵はしなくていいんですかね。そういうのない。Thank you. 鍵はないそうです。ここに止めて、夜市を歩いてみたいと思います。自分で持ってきたの南京錠があるチェーンのところに引っ掛けて行った方がいいよね。これ盗まれちゃったら嫌だね。ここね、商店街でいろいろお店があるんですけれども、もうちょっと歩いたらあれかな、屋台のある場所に出るのかな。あ、ここですね。ピートンの平等の夜市と、この路地から始まるみたいですね。これはまた面白そうだな。うわー、うまそう。これはまたうまそうなものばっかりですわ。ちょっとしばらく歩いてみたいと思います。結構ねバイクの通りが多くてね、それがちょっと危ないですけど、結構活気がありますね。月曜日ですけど、すごいなんかローカルな感じで値段も安いんですよね。これは嬉しいわ。ただこうバイクがすげー多いのが結構危ない。ぼーっとしてると引かれそうになる。わお、すごいね。何を食べてる？ご飯。日本人です。あ、はい、日本人。鶏肉ご飯。鶏肉ご飯。スープ。スープ、鴨の内臓。はい。じゃあ、内臓。鴨の内臓。内臓スープ。一つ。小さい。小さい、小さい。はい。あそこでも。はい。こう出てくるのが早い。まず1食目、鶏ご飯と内臓スープですね。まあ結構オーソドックスな食事です。いただきます。うん、生姜が効いてて本当美味しいんですよ。さっぱり。谢谢。もう一食ぐらい食べたいなっていう気がしますね。あ、はい。これいいの？ここでいいの？人いなかった。めっちゃ湿ってますけど、お菓子適当だな。手工麺。
来ました。めちゃくちゃ美味しそう。食べ過ぎた感ありますけど、デザートもね、いっておきたいなと思いましたね。かなりお腹いっぱいになっちゃった。これなんだ、ちっちゃい、ちっちゃいの、うん、ここで、はい。じゃあ、その、これ、はい、1、1、1人、1人、もう1個、もう1個、あ、もう1個。じゃあね、ね、じゃあそのお芋で、あ、ちょっとね、ちょっとミルク、はい、結構な量になっちゃった、やばいな。ちょっとでよかったんだけど。50ですか。はい、あ、すごいね。シェシェ、えらいことになっちゃったぞ、これ。ちょっと食べるつもりだったんだけどね、とすでに満腹状態なんだけど、食べられた。え、かき氷なんだ、やばいな。えらいことになっちゃったね。いただきます。練乳が効いてます。下の具までたどり着くの大変だな、うん、いやー、完全に食べ過ぎました。お腹がはち切れんばかり。ちょっとね、安かったんで調子に乗って食べ過ぎちゃった。美味しかったんで良かったです。あ、ここはすごいよ、本当。いろんなね、食べ物があってね、とにかく安いんですよね。すごい庶民の味方っていう感じ。バイクがやたら多いのがちょっとたまに傷だけど、